ケモンスナップやうちの担任なら100万円なんて懐からポーンですよ。もう夢中、ノロゾの魅力に夢中。こんにちは、ナランドーと申します。はい、ストーリーモードが終わったので、ついに北上の時が動き出しましたね。常に昼だったのに、これで夜のポケモンちょこちょこ捕まえられるようになりそうですね。あ、ちょっとクリア後のスパイシーとかの話聞きたいな。スパイシー、ゼイエさんブルーベリー学院に帰っちゃって寂しい。ああ、じゃあな、スパイシーの心のスパイスがなくなってしまったな。ただ心に傷負ってない。帰る日の朝、マハパンチで看板巡りを終えたんだ。やっぱ一人で終わらせたんやな。マッハパンチで終わらせたんやな。俺も前夜にスパイシーパンチかましといたから。お疲れスパイシー。後編のブルーベリー学園に行く下りはどういうメンバーで行くんやろ。スパイシーは一緒に行けるんかな。スパイシーも前夜に再会させてあげたいな。ずっとここにいそうやけど。どうも二人だな。民間学校で過ごした日々、大人になってもずっと覚えてると思うわ。あはははは。ああ、察しのいい女子なんでもういろいろ感じるとこあったんやろな。忘れられない思い出ができたと。あは。でも嬉しそうな笑顔。あは。君はどう？宿題も終わったし、パルデア帰る日まで遊ぶぞ。あは、せやな。お祭りとかも行こうね。うん、アイテムの中に北上餅っていうお餅がなかったんすよ。多分これのことっす。うん、なんか基礎ポイントを上げたりとかするお餅。うん、なるほど。ちびっこに不評な理由とかは全くわかんないけど、これは俺が食べられるものじゃないな。まあでもちびっこたちに不評のやつ。あ、おじいちゃんとおばあちゃんお掃除してたら、お、とりあえずおじいちゃん話しかけよう。あの子たちがいなくなったら急に家が静かになってしまった。あー、せやろな。次の帰省はいつだろうね。あー、せやな、寂しいよな。あ、俺も寂しいよおじいちゃん。あ、北上のファッションリーダーことおばあちゃんがなんか吹き出し黄色くなってる。久しぶりですねおばあちゃん。そうかな、掃除してたらこんなの見つけちゃったの。おう、よかったらもらってくれる？お、これは今さらお面？俺も全種類買っちゃったよ。お祭りジンベイ白梅ネズ。お、リーダー白梅ネズ。お祭りジンベイ根性。お、リーダーこれくれるの？おお。ゼイユちゃんもスグリちゃんもこのサイズも入らないんだもの。え、すぐにも入らないなら俺も多分入らないですね。あの子たちと同じ色だけどフルじゃないから安心して。おお、なるほど、二人が着てた色。おお、あおおおおおおお、なるほど、さすがファッションリーダー。おお、おお、へえ、白梅ネズはすぐが着ていた白のことか。お、白は200色あるからな。で、これがゼユが着てたやつ。そうか、ストーリーが終わるとファッションリーダーがくれると。お、ありがとうおばあちゃん。お、子供の成長って本当に早いわね。えへへ、はははは。せやね。ただ俺とすぐはサイズ変わらないんですけどね。いいのかな、いただいて。おう、
あ、バイクであり珍しいポケモン、このミライドンで、祭りをカッポできるようになってしまいました。これ助かるけど、いろいろと問題あるよ。お、お、愛のトモコボキ、お、ナランドさん、こんばんは。どうも。オーガポン様の一件では、本当にお世話になりました。いえいえ。まさかトモコが悪くて、オーガポン様が被害者だったとは。あわや間違った歴史を後世に伝えてしまうところでしたよ。ほうほう。いや、でも途中で、正しい歴史に切り替わってよかったよ。だからで、お？トモコが悪者というのは重々承知しているのですが、お、トモコが復活した際に壊れてしまったプラザの像、お、あのままだとかわいそうですよね。お、お、墓跡地な。はい、いいえ。お、なんでこの質問を俺にしてくるのか。俺のせいだと思ってる？え、違うよ。すぐのパンチのせいやで。まあ、かわいそうかかわいそうじゃないか。まあ、別にいいんじゃないか。まあ、トモコたちは別に何とも思ってないと思うよ。まあ、いいん違う？別にいいん違う？あんたさん、トモコ像が壊れる現場に出くわしたんですよね。やっぱ俺のこと疑ってるな。どういうつもりや。俺を怒らせると鬼様グッズの夢が泡とかすぞ。口ではそう言っても気になるはず。ほう。トモコは悪かったとしても可愛い像に罪はありません。ああ、あの3つの石像の話か。というわけでトモコ像を修復する。ほう。愛のトモコ募金を募集します。なるほど、さっきのところでっていう時にカッと目を見開いたのは、あ、集金する時の目。募金は一口1万円から、募金金額は100万円なんてこった。とはいえ学生さんからお金をいただくのは忍びないので、親御さんや担任の先生にそれとなく伝えてくださいね。ほうほう。おほほ、今ちょうど北上に来てる担任の先生がいるんで、伝えておきます。うちの担任なら100万円なんて懐からポーンですよ。あははは、なるほど。これはついに俺のおねだりポーズの出番か。おほほ、ただいま0円集まってますよ。ちょっと待ってくれ、これもしかして100万円全部俺が集金するってこと？まあ、俺じゃなくて、こう、先生たちに頼むとしても。いやいや、いや、この、え、ちょっと待ってくれ。この選択肢完全に俺やん。いやいやいや、結局俺に払わせる気やん。いやいや、また今度。目指せ100万円。いつでもお待ちしてますよ。いや、俺に払わせる気やん。しかも、お小遣いしか使えないし。LP 使えないし。おー、まあ、LP だったら最悪ボタンに頼めるのに。もう、困ったもんやで。いや、もうこうなったらとりあえず担任に100万円せびるしかないやろ。こうなったら教員とポケモン研究者、そして図鑑アプリ開発者という、トリプルわらじで稼いでるうちの担任に頼むしかないよね。俺に絆は感じてないけど、恩くらいは感じてるやろ。いたいた。どうも。どうもどうも、ガランドさん。どうも、ジュニア先生。あは、177種類。あは。あは。ところで、ジュニア先生。ちょっとお話があるんですけど。そこのカフェにでも入りませんか？先生にだけ特別に耳寄りな情報があるんよ。
先生、このポーズを正式に使う時が来たみたい。先生、何も聞かずに俺に100万円ください。みんなの幸せのためやから。この通り、お願いやで。ダメ？最悪50万円でいいわ。半分でいいから出してくれへん。下手したら俺一人で現金100万円払わなきゃいけないかも。先生頼むよ。この村の管理人さんに担任に頼めって言われたんよ。頼むよ先生、俺の担任やろ。俺に恥かかせないでくれよ。あ、ダメやな。あ、ポケモンコ200種類集めたらワンチャンあるかも。はい、というわけでポケモンは150匹すでに集めているので、今回はサザレさんのところに行きたいと思います。で、まあ同じ金剛団推しのサザレさんと行くのであれば、あ、ちょっとこの格好がいいのかなと思って、俺の推しのヨネさんリスペクトスタイルで行こうと思います。なので不本意ではあるんですが、スマホケースもあるセンスにしています。あ、夕方になっちゃったな。せっかくだから朝に戻そうか。あ、じゃあサザレさん一緒に推し活しようか。どうもサザレさん。サザレさん。おお、学生くん、もしかして北上の里で150種類以上ポケモン捕まえたんだ。やるね。あは、そうなんです。それほどでも。あははは、そうなんです。そうなんです。すごいすごい、大したもんだ若者よ。先に来てた私より北上のポケモン詳しくなってさ。まあそうですね、ずっとここで撮影してたサザレさんよりは詳しい自信はありますよ。ポケモン集める気ある？さて、俺がやると高をくくって探索をやめたな。そうだ、学生くん。お？ポケモン捕まえ名人な君にお願い事があるんだよ。ほう、俺が名人なのかな。サザレさんがその手に持ってるものをカメラからモンスターボールに変えたらもっと捕まえられたと思ってるよ。お願い事興味ないです。まあまあまあ、ここは同じ金剛推しからのお願いやから。あ、もちろん協力しますよ。てか、サザレさん、関さんの推しじゃなくて子孫の可能性ってあるんかな。髪色もだけど前髪の感じとかも似てるし。でもこの髪色は遺伝じゃなくて恋に染めないとならんよ。ああ、この前髪もうまく分けるか、剃ってるんかな。やはり気合の入った推し。協力するよサザレさん。あ、お願い事って何？いいね、その首を突っ込む精神、いい方。協力しようって言ってるのにお調子者扱いしないで。それじゃあ説明させてもらうよ。私が北上に来たのはとあるポケモンに会って写真を撮るためなんだ。おう。ずっと一人で探してたんだけど、全然見つからなくてさ。おう。お、ガーディ。そこで、学生くんが一緒に探してくれると、とっても助かるなーって。おう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 。お？探してるポケモン結構強いって噂もあるし。ああ。なんか後ろで、ガーディが吠えてるけど。早速後ろに来てないわ、そのポケモン。もし捕まえられたら心強い旅のお供になるかもよ。おお、なるほど。写真は撮りたいけど、うちの子にしていいと。悪い話じゃないな。興味が湧いたら、君の強さ見せてほしいな。なるほど。力試ししてくるんやな。パートナーになるんだから、実力は知っておきたいし。おう、パートナー。サザレさんと俺は同じ推しで、かつパートナーなんやな。おう、君の勇姿も取りたいしね。
ほう。俺と戦いながら写真を撮る余裕があるとでも。シャッターを切る暇が君にあるかな？ああ、サザレさんとやり合うということはガーディーが出てくる。まあ、ガーディー出てきても今のポニさんで多分いけるんじゃないでしょうか。ああ、じゃあやってみようか。学生くん、写真じゃなかった。実力見せてくれるんだ。あははは。じゃあ、してやろうか。カメラ切る余裕ないよ。よし、来た。距離確保するね。おう。強くないけどよろしく。ついでに写真も撮らせてね。あ、そんな余裕はないと思うけど。撮れるもんなら撮ってみな。お、早速一枚撮られた。お、あははは。おお、なるほど。いい顔ちょうだいね。その瞬間を切り取ろっか。おほ、夜のずく。ノーマルと飛行。ノーマルと飛行やろ。まあ、でもドレインパンチでいいんじゃないか。うい。あ、リーフや。おお、関さんが持ってたポケモン。やはり関さん推し。まあ、リーフィアならミガゲッチにお願いしようか。この子ならどうかな。ちょっとは手応えあると思うよ。おほ。あははは。推しと同じポケモンやな。ただ、ミガゲッチは俺の推しポケでもあるんでね。うん。いっちゃいな、ミカゲッチ。うん。やるね、学生くん。写真にかまけてらんないや。ははは、やっと気づいてくれた。でも気づくの遅いわ。は写真の確認。いいのいただき。余裕やな。君すごいな。いいのたくさん取れちゃった。もうポケモン勝負なんて片手間でやってる。学生くんなら、暁にも太刀打ちできそう。おう。暁探してるポケモン。ほう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 。ポケモンなの？暁って。暁ってのは、うん。私が探してる。ガチグマってポケモンの異名だね。おお、ガチグマ。おお、聞いたことあるかな。大昔はそこそこいたんだって。おお、なるほど、今はいないのか。あ、確かにパルディアにもいなかったな。リングマはいたけど。あ、本当に今いないんだな。翡翠にはいっぱいいたよね、アルセウスの時は。ガチグマってポケモンは、普通おでこに黄色い月の模様がある。ほう。だけど、そいつの月は赤いんだ。ほう。まるで血が重なったように滲んだ赤い月。ほう。だから赤月。ほう。ガチグマ、もとい、赤月は私の地元が翡翠地方って。呼ばれていた時代のポケモンなんだけど。おう、サザレさん、翡翠地方が地元なんか。今は何て呼ばれてるんかな。いつからか北上に渡ってきて住み着いちゃったみたいなんだ。おお、捕まえちゃって大丈夫なの？すごい珍しいポケモンなのでは。君とならあいつを見つけて写真を撮れるかも。おうおうおうおお、そうすればきっと。お、学生くん、いや、女子くん、
さっきパートナーって言ってたやん。なんで突然助手に格下げした？俺勝負にも勝ったのになんで降格されたの？暁を見つけるため一緒に調査しようじゃないか。おう、一緒にって言うけど助手なんやろ。やりましょう、どうしよう。おう、ちょっと今不満あるよ。おう、待遇に不満がありますね。まあもちろん協力はするけどね。ちょっとパートナーって言われて蓋を開けたら助手にされたんでね、懸念を抱えたままのスタートにはなりますよ。大丈夫？こんな胸に一物抱えたままで進めて大丈夫？飾るさ、レンズ越しじゃなくて俺の目を見てお話しして。まあ、協力はしますよ。でも不満はあります。そう言ってくれると思った。もちろんお礼もするからね。なるほど、報酬がある時点で俺は雇われているわけか。助手か。ああ、でもパートナーって言ったくせに。暁が目撃されたのは鬼ヶ山の東北、常古市の森。先に行ってスタンバっとくよ。ガーディも行くぞ。グヌフーン。ほほ、いい返事やな。あは、なるほどな。はい、というわけでちょっと明るくしてからやりたかったんで、夜のうちはこの辺でポケモン集めとかしてました。で、鬼さんに鬼のお面、草タイプのお面にしてもらって、ひぞっこにボックスに入ってもらって、頭取に復帰してもらってます。というのも、今回の暁が、もしちょっと特殊だったらわかんないんですけど、一応ガチ馬は地面とノーマルなので、で、結構強いようなので、ちょっと水タイプをポニさんに任せるよりは、地面タイプに強い草タイプにポニさんになってもらって、メインは同じく地面に強い水タイプの頭取で行きたいと思います。で、まぁ、ちょっとそのサポートに一応機関棒に入ってもらうみたいな感じで行こうと思っています。後ろで動いてるのガーディーかな。あ、じゃあ行こうか。どうも。いいね。いやー、いやもうニョロゾがノリノリでモデルしてる。野生のポケモンとあの距離で対話してるのすごない？絶対捕まえるのうまいやろ。その手に持ってるものボールに変えたら150種類なんて一瞬なのに。ねえねえ、かわいいとこもっと見せて。盛り上げ上手。ニョロゾも上機嫌ですよ。声をかける様子を見る。あ、せっかく盛り上がってるし邪魔しちゃ悪いやろ。あ、ちょっと待とか。お、あー、ガーディ俺に気づいてくれたんやな。そうそう、いい子だね。あー、かわいいね。ふふ、ソガリさん楽しそうやな。じっとしててね、そのまま。かわいかちゃん、あははは。声をかける様子を見る。もうこの質問なんで2回出るんかな。あ、もうちょっと泳がせよう。わお、そんな顔もするんだ。最高にフォトジェニック。魅力的になっちゃって。いい子、悪い子、逆に悪い子だぞ。おう、声をかける様子を見る。こんなもん泳がせるに決まってるやん。こんなおもろいもん止める理由ないやろ。うい。あー、すごいの剣を発令。容量いくつあっても足りないやん。もうニョロゾがご機嫌。かー、たまんねーな。あ、よだれ出ちゃった。
もう夢中、ノロゾの魅力に夢中。グググン、いい加減にしてご主人、よそ様が見てるよって言ってるよ。あ、ジョシ君、来てくれたんだ。あ、全然堂々としてる。日常の一コマなんだな。あれ、いつからいたの？もしかして独り言聞いてた？あ、さっき来たばかりですよ。独り言たくさん聞きましたけど、ま、一人でいいっていうか、ニョロゾに行ってたやろ。ニョロゾもまんざらじゃなかったし。だとしたら忘れて、お願い。なるほど、恥ずかしいという意識あったんだな。いや、あれはちょっとインパクト強かったんで忘れるの難しいかも。努力はしてみます。この森のこの辺りで暁の姿が目撃されてるんだ。おうおう、それは霧が濃い夜の出来事だったらしいよ。おう、今昼にしたんですけど、せっかく明るくしたのにまた夜にする気？うん、え、これ気づってレベルじゃなくないか。パトランプみたいに腫れ上がってるけど大丈夫かな。表現方法が昭和のアニメの単行本。聞いた話だと、霧の夜にはいつもと違うポケモンたちが姿を現すんだって。おう、きっとそこに暁も。ガサガサガサ、おう、早速現れたか。霧の濃い夜じゃないけど、さっきの子戻ってきたのかな。おう、これでも違う匂いするな。キュイヤー。うん、あ、いててて、大丈夫？ぐるるるふー。うん、助ける、守る。ああ、ま、傷つけたくないから守りたいけど、ま、カーディは立場的に多分俺の先輩やし、あ、僕は出しゃばらずサポートさせてもらおうか。あ、スーパーサポートします。キュイキュイキュイ。おうおうおう、勇ましいな。おう、あは、行っちゃいな、機関棒。キュキュキュシャ。おう、なるほど、捕まえられるな。ドレインパンチならさすがにワンパンはいかないのでは。ちょっととりあえず一発入れとこか。はい、あ、ちょうどいい。あは、ナイスだ、機関棒。シャッターチャンスの気配だけど立てない、悔しい。選挙は佳境かな。お願いだから代わりに立っといて。うんうん、はい、うちの子におなり。うん、ああ、素直でよろしい。いたった。びっくりしたね。うん、大丈夫？カメラも無事だよ。ジョシ君ありがとう。ああ。ぐふーん。せやで。最初に守ってくれたのはガーディン先輩やから。もちろん君もね。ああ。アリアダスも気の毒だな。突然人間がいたから、びっくりして襲ってきたんだろうね。てやな。だからなんか倒すのも忍びなくて捕まえたんだけど。捕まえた人の前であんま気の毒とか言わんで。テント設営して、人間いるよアピールしなくっちゃ。あは、てやね。かわいい。シェイミガラかわいい。
ほサザレと話そう。おう、まあ、サザレと話すのはいいんやけど、見てこれ。かわいない。シェイミ柄の。ほら、見てこう。この、ほら、真ん中のわんぱくなシェイミとか見て。かわいない。かわいい。いいなぁ、これ。かわいいなぁ。かわいいね。ちょっと古いけど、立派なテントでしょ？ああ、かわいいね。お父さんが使わなくなったのを勝手にもらってきたんだ。お父様の趣味でしたか。かわいらしいご趣味で。ここが、暁を調査するための我々の拠点となります。おう。グフーン、あははは。シェミ柄じゃなくてガーディ柄はないんかーって言うてるんかな。暁は他のポケモンよりよっぽど用心深いよ。ほうほう。だから人間の前には滅多に姿を現さないんだって。おう。なるほど。だから地道な調査が必要になってきます。ほうほう。だからテントを建てたと。おほほほ。これからはサザリさんの拠点ここなんだな。これから女子くんに手伝ってもらいたいのは、ポケモンの写真撮影。ほうほう。霧の夜、この辺りに現れるポケモンを撮って調査してほしいんだ。ほう。いろんなポケモンをたくさん撮っていって、そのデータをポケモン探しマシーンに登録していくと、他の反応がだんだんと除外されていき、最後には、暁の場所が突き止められるって寸法さ。ほうほう。なるほど。写真撮影をして、ポケモンを集めると。別ゲー始まってんな。ポケモンスナップや。さすがです。わかりません。ああ。なんか、よくわからんけど、確かにこれはすごいマシンやな。あ。どこで売ってる？俺も使いたいんやけど。あ。売ってくれ。あれ？今の説明で分かったんだ。まあ、分からんけど、お写真撮ったポケモンを除外して絞り込みができるってことやろ？ただ、この北上には200種類のポケモンがいるんですけど、どこまで絞り込む？あ、この森の中だけでも何匹いるんかな？俺ポケモン集め結構大詰めまでやっちゃったんだけど、まとめてやるから150種類集めさせる前に言ってくれない？てか、改めて絞れるくらいまで写真撮るってやばいよな。ほんとポケモンスナップ。リサイクルショップでもらった説明書を読んだだけだから、私は理屈よくわかってないんだな。マジか。よくわかんないのに人に委ねないで。この辺りには、霧の夜数十種類のポケモンが、現れるとこまでは調査できてるんだ。ほうほう。二人で手分けするとして、女子くんには10種類くらい。ポケモンの写真を撮影してほしいんだ。ほう。力を合わせて調査して、暁の居場所を突き止めよう。あ、ポケモンを大きく撮影してね。ほうほう。それと、被写体が逃げちゃうから、ライトポケモンには乗らずによろしく。ほう。なるほど、ミライド乗っちゃダメなのか。準備できたら声かけてね。霧の夜までテントで待機しよう。あ、やっぱ夜にされちゃうんやな。せっかく昼にしたのに。あ。ガディどう？ああ、ポケモンが来て、ポケモンが来て、ガーディ気をつけて、ガーディ気をつけて、おー、シェイミガード。うん、強いな、シェイミガード。うるうる、クリネイエル、クリネイエル、へえ、悔しそう。悔しそうやな。悔しそうだけど、ガーディ大丈夫かな。諦めたな。外行きやがれ。怒ってる。怒っとる。ごめんって。
なんか戻ってきた。そしたら、サザミさんに間違えて話しかけちゃった。テント見たかったの。もう、あ、ポケモンの写真を撮って森の調査をしてくれるかい？あ、せやな、ちょっとここで始めないと、やられそうやし、俺。ほら、もう待ち構えているもの。やります、やります。それじゃあ、テントで霧の夜を待とうか。待ちましょう。今すぐテントに駆け込もう。ちびっこたちに不評のおやつ。でも二人でサボってるのがバレた。どうもー、オーガポンです。木だから戦いたいってどういうロジックなんかな。この世の珍しいポケモンは、歯車が噛み合うように俺の子になりがちなんよ。やべ、ポニさんの HP が1だ。ご名答。根に持ってますよ。